はい、こんにちは。パーカッションの高文です。今回はマイネルの TMT1BBK というタンバリンのサウンドチェックを聞いていただきました。振った第一印象としてはですね、とにかく重いです。めちゃくちゃ重い。今まで振ったタンバリンの中で、多分一番重いんじゃないかっていうぐらいの重さで、結構ですね、こう振るのに体力を使います。なので結構初心者の方には優しくないタンバリン。なので、これからタンバリンを始めようという方がですね、1台目に買ってしまうと結構振るのが辛くて、挫折してしまう可能性がありますので、多分2代目、3代目ぐらいに選ぶといいんじゃないかなと思います。で、このマイネルさんの樹脂のタンバリンっていうのはですね、すごく振りやすい設計なんですね。このグリップも持ちやすいし。ただ、このタンバリンは重すぎて、こう振ってるとですね、一応ここ、取っ手がゴムなんですけど、このゴムがずれてしまいます。これはもう完全にマイナスポイントですね。なので、ここ、固定したいという場合は、何かこう、自分で接着剤とかで補強してあげる必要がありますね。で、これ何が重いかというと、このジングルですね。一応、ブラスジングルなんですけれども、他のメーカーのジングルよりもかなり厚めに作ってあります。まあ、これがなかなか重量級だと。ただ、これのおかげで、サウンド自体はすごい、リッチですよね。すごいゴージャスというか。まあ、ジングルっていうか限りなく鈴の音に近い音だと思います。参考までに同じマイネルさんの、アルミのタンバリンなんですけども、こっちはかなりサウンドがチープなんですけど、それに比べると、もう100倍ぐらいリッチな音ですね。なのでバラードとか、すごくですね、壮大な曲とかで一発、とか叩くともう最高にハマるんじゃないかと思います。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッション情報やレッスンなどを配信してますので、ぜひチャンネル登録してチェックしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。